ハナ・マフマルバフは、イラン・テヘラン出身の映画監督。映画監督のモフセン・マフマルバフの娘として、テヘランに出生。姉のサミラ・マフマルバフも後に、映画監督となる。ハナも、幼少の頃から映画に浸り切って育ち、父も、フセンや姉サミラ、義母のマルズイエメシキニのスクリープターや、撮影日誌として働いた。1997年、 9歳にして、初めての短編映画、おばさんが病気になった日を演出し、2003年には、姉サミラの監督作品、午後の5時のメイキングとしてのドキュメンタリー映画、花のアフガンノートを撮った。同年、死終、ひとときのビザを上司した。2007年、アフガニスタンを舞台に、イランとフランスの合作映画として、初の長編劇映画、子供の情景を発表し、 数々の賞を獲得した。同作のペルシア語現代は、父も、不戦の著書、アフガニスタンの仏像は破壊されたのではない地獄の、あまり崩れ落ちたのだから取られたものである。ありがとうございます。